はい、どうも、オーバーと申します。はい、今回はね、こちらの動画では初めてになるかな。初めてのプラスチカの動画になるんですけども、イベントが終了いたしました。で、今回はね、そちらの結果報告と、どんぐらい稼いだのかっていうのと、どんぐらいブースト使用したのかっていうのをね、大体教えていこうかなと思います。そしてね、次のイベントのね、詳細も来ていますので、そちらの方の紹介もしていこうかなと思います。まあ、早速なんですけども、今回のね、イベントなんですけども、はい、順位はこちらです。はい、9357位、トップ1万円終了となっております。で、なおかつ、これ僕のスタートした順位が、40万円ぐらいですね。イベント最初期の方はやっておりません。デイリーのチャレンジライブぐらいしかやってないです。で、大体スタート地点が40万円で、トップ1万円終了ということになっております。で、ポイントがね、227,777。まあ、2と0と7しかありません。おおよそなんですけども、まあ、僕の編成もね、言ってきましょうか。はい、こちらになっております。はい、カラフェスのかなでちゃんですね。かなでちゃんを入れて、マックスね、120%。レオニューの星音だと、天馬サキちゃんの星音、ステライベントの時の、サキちゃんですね。と、ガチャの工場かな。まあ、最初期にいるいちかちゃんと、正月の報酬である、ほなみちゃんですね。和服いいですね。まあ、最初の方にいる、しほちゃんを入れて、今回は走らせてもらいました。今の総合力が、まあ、196,300なんですけれども、イベント最初の方っていうか、まあ、終盤までは、総合力はだいたい19万4000から5000ぐらいだったような気がします。で、こちらで、毎回1回ごとに入るポイントがですね、大安なんですけども、1万ちょいですね。1万から9900の前後してたんで、大安なんですけど、1回あたり、1万ポイントですね。誤差ありって感じです。チャレンジライブのポイントを除くと、202回前後、ライブをして、こちらのポイントで、まあ、9300、まあ、トップ1万円入れてるって感じです。はい。まあ、使用ブースが606個かな。まあ、大体600個ですね。で、石で換算すると、6000個ですね。まあ、大体200回ぐらいライブして、石が6000個溶けたって思えば、皆さん、まあ、頭のいい方は思うんじゃないですかね。まあ、ガチャ20連分、はい、ブーストを溶かしたということになっております。まあ、早速、次のイベントの紹介をしていきたいと思います。次のイベントがなんですけれども、こちらのね、多分灯火のミラージュですね。こちらのイベント、まあ、今回やったレオニーベとほぼ同じって感じです。イベントタイプが、まあ、ほぼイベランですね。マラソン形式となっておりまして、タイプボーナスハッピーの鏡音凛ちゃんを含むハッピータイプの2号となっております。そして僕の編成がですね、こうなっております。ハッピーの25のレン、リンちゃんが私持っていませんので、星4のエナナンと体育祭真冬、これは何の奏でだ？で、なんか夏祭りのやつかな？の、みずきちゃんですね。みずきくんかな？プラス、るいくんです。身長180センチ。一番総合力が高かったのがこちらになっております。まあ、大体なんですけれども、こんな感じですかね。そしたら、ほい、変わってません。相変わらずです。イベントが、イベントのね、エリアアイテムの関係上、私ですね、真冬ちゃんがまだ揃っていませんので、まだマックスまで上げてませんので、多分今回のイベントで上げるということを目標に、イベントを走るのかなと思います。多分今回は10万円くらい狙ってもいいのかなと思ってます。まあ、石溶けるんですけども、まあ、ガチャ回すつもりはないので、まあ、少しぐらい溶けてもいいかなって感じです。というわけで、まあ、今回のイベントの、解説なんですけども、1回あたり1万ポイント入ったとして、1万円入りたかったら200回ぐらいやってください。普通に野良でもいいですし、Twitter 募集とかの、部屋を使うのが一番いいのかなと思います。というわけで、まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。回数は少ないんですけども、こういう解説プロセカ以外にもね、すると思いますので、できればチャンネル登録してもらえるとありがたいです。できれば高評価もお願いします。というわけで、次のね、動画も見てくださるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。